おはようございます。ニッチにも程があるんですか。やっぱりね、時代が変わってきて、有名人とかね、たくさんの人が知っているものっていう、いわゆるね、大量消費、大量生産、そして多数決の時代から少量生産、少量ニーズみたいなね、少しの人が求める世界、いわゆる少数決ってものが、これからたくさんこの世の中に生まれてくるんじゃないかなと。究極私ね、日本人1億人いたら1億ジャンルの1億情報商材ができていいかなと思うんですよ。で、ここでちょっと話をね、ジャパネット高田に移しますけども、ジャパネット高田って私はね、究極の情報商材屋だと思うんですよ。ジャパネット高田の番組ってのは、いわゆる商品の情報をずっと垂れ流してるんですよね。垂れ流してって言ったらね、言い方悪いんですけども、商品の情報をずっと伝えてくれてるんですよ。その結果、商品に魅力を感じてジャパネット高田に発注しますけども、ジャパネット高田が何かを作ってるわけではないんですよね。三菱さんとか東芝さんが作った製品をジャパネット高田のスタッフさんが情報を伝えてるんですよ、ね、それで売れてるわけなんですよね。で、しかもジャパネット高田は自分でテレビ局まで持っているということで、テレビメディアなわけなんですよね。だからジャパネット高田をね、情報商材屋さんだというふうに捉える方ってのはあんまりいないと思うんですけども、もうまっとう情報商材の極地ではないかなと思います。で、私も結局ね、今アフィリエイトやってませんけど、アフィリエイトやってるってことはジャパネット高田と一緒で、私のこの声と体でこれがいいですよって紹介してるだけですからね。ジャパネット高田と同じだと思います。情報商材屋ですね。で、少数決の話に戻しますと、昔ね、昭和40年代とか、40年代ではないですね、昭和40年代生まれ、50年代生まれの方が、過ごしてきた時代にあるね、アニメバブルってのがあったと思うんですよ。いろんなね、機動戦士ガンダムとか、宇宙戦艦ヤマトとかをはじめとするアニメがものすごく作られた時代。その、今ね、アニメの復刻版ということで、DVD が出たり、ブルーレイが出たりしてますけども、あまりにも人気がなくて、打ち切りになっちゃったアニメとかね、倒産したアニメのスポンサーさんのプラモデルとかっていうのが、これね、かなり高値をつけてるんですよ。というよりも、その存在が知られてないものすらあります。そういう風な形でね、少数決、打ち切りのもの、希少価値を生むものっていうのも結構あるんですけども、今どうですかね、ガンダムとか宇宙戦艦ヤマトとか、プレミアムついてるのってあまりないと思うんですよ。それは人気すぎて溢れ出てるからなんですよ。で、アニメですら、そういう風な少数決の原理が働いてきて、もうね、生産してないとかね、続編ができてないとか、リメイクされてないみたいな、そのメガゾーン2-3とかっていうのもあったりね、モスピーダみたいなのね、そういうのもなんかすごくね、ソフトを探すのが難しいものになってるわけなんですよね。そういう風なアニメのネタを持ってる方っていうのは、中古なのに高く売れるって現象が起きてるんじゃないかなと思いますよね。それからね、すごくニッチな世界で言うと、宇宙とアクセスする方法、そんな時代が来ましたみたいなね、グローバリズムはついに地球から宇宙に響いていきましたみたいなね、そんな団体もありました。宇宙人からのメッセージというセミナーなんですけども、これがね、1回参加するのに10万円かかるらしいんですよ。さすがに私も躊躇しましたけども、そのなんか宗教っぽいんですよね。宗教みたいな感じで、宇宙人が地球人にこんなメッセージを伝えてくれてますよみたいなね、それこそ未来の予言とか、何月何日に地震が起きるとかね、実はね、5月18日も地震が、この日本に巨大地震が起きる、東京、京都、広島で同時に地震が起きるみたいな予告をその宇宙人からされてたらしいんですよ。で、じゃあ地震起きてないでしょ。これはどういうことかっていうと、その宇宙人からのメッセージという団体に入った人が、その5月の18日に地震が起きて日本が壊滅するからっていうので、その危機を察知してね、みんなで集会をしたりとか、新しいグッズを買ったりとか、広報活動したらしいんですよ。広報活動どこでしたのか全く分かんないんですけども、その結果地震を避けることができたっていうことで、今度5月19日にはみんなでね、パーティーしたらしいんですよ。で、私たちが今こうしてね、YouTube 撮ることができているのも、その宇宙人からのメッセージ軍団のお祈りのおかげなんですよね。だから感謝しなければなりませんよね。ということでね、すごいですね、この世界もね。地震が起きますよっていう風な予告が宇宙から発せられて、その回避方法はこれですよ。これによって皆さんの力で地球人類を守りましょう。日本人を守りましょうみたいな感じで、皆さんがね、ミッション達成したんで地震が起きなかったというオチになっていて、よかったねよかったねみたいな感じで、まさに結束力とかね、自己肯定感が高まって、で、今度またね、新しい宇宙からの予言、危機の予告はないんですかみたいな感じで今も活動しているということでございます。すごい世界があるもんですよね。はい、ということで今回は以上です。